岸田総理大臣が衆議院の補欠選挙の応援演説で訪れていた和歌山市の雑賀崎で爆発音が聞こえ、男が一人取り押さえられました。黒い服みたいなのが前飛んできて怖くてやばいと思ってすごい勢いでも走って逃げましたけど。爆発音は岸田総理が応援演説をする前に聞こえました。男が一人その場で取り押さえられたということです。そのおよそ1分後に現場では白い煙が上がりました。警察が詳しい状況を調べています。岸田総理はすぐに安全な場所に離れ無事だということです。